画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。やっていきましょう。デッドバイデイライト、大事件が起きましたよ。皆さん、大事件。渇望がなくなってます。はい。血の渇望。これ、期間限定で、21日から、25、6日ぐらいまで、21日から24日まで。渇望、血の渇望がないということでですね。まあ、血の渇望なんだいと、知らない人のために教えたいと思います。キラーってね、チェイスしてると、ある一定時間以上になると、こう、加速していくんです。3段階かけて。うん。これによって生存者を追いかけやすくなるというか、捕まえやすくなるっていったものなんですね。だから、普段あんまりキラーをやってないっていう人は、あんまり実感ないかもしれませんけど、実はキラーって加速してるんですよ。で、これ昔、大昔、キラーって加速していない時代があって、渇望がない時代なんですけど、修羅の国と言われてて。で、それね、まあ、あまりにも辛いでしょうということで、加速が入ったわけですね。で、そこからいろんな要素が加わってきて、で、最終、また、ちょっと渇望をなくしてみようみたいな、検討案が出てるみたいで、それのテスト。がなんと PC のベータテストではなく全プラットフォームで21から24まで強行するというね、マジでっていう、うん、マジでっていう堕落の介入でちょっとこの辺うろうろしておきましょうか。最初閉じられてるからな、発電機が。まあなのでね、こう大事件ということなんですよ。でキラーの人口が減るんじゃないかとかね。まあ、それでいけるのかと。だから現状、不死破滅ありきでなんとかキラー持ってる感はあるんだけども、そうじゃなければ発電機ってもうガンガンついていくわけですよ。うん。で、ガンガンついていくんだけども、一人の生存者にあまりチェイス長くなっていると、これキラー側の視点からで言うとですよ、時間がかかってしまうと、もう2台3台って平気でつくわけですね。ドーンドーンドーンとね。この状況下の中、まあ、渇望がないっていうことは、まあ、ある一定のイタグルポイントで時間を稼がれると、まあ、加速もしなければ、チェイスに手間取ってしまうと。そうなると、まあ、発電機がガンガン進んでしまうんじゃないかっていう感じなんですよ。というかね、生存者いないのよ。何これいや白いとこは別に行かなくていいんですよ。あれ閉じられてるんで。堕落の介入まるまるこれ渇望の説明の時間で終わっちゃうな。うん。まあなのでね、私その渇望、やばいんじゃないかと。私じゃなくてもまあみんな言ってるんですけどね、これが本当に実装されたならやばいことになるんじゃないかと。ただね、ただあるな。私ハントレスよく使うんですが、まあハントレスってさ、足遅いんですよ、そもそも。だからね、真面目にチェイスしてると、いたな、音聞こえてんだよ。やっと見つけたな、この草信子。逃さんぜ。そもそも渇望がたまるまでのチェイスをしてらんないんですよ、ハントレスって。足遅いんで。まあ、なので、斧でガンガン攻めていくっていう。血の渇望関係ねえよ、みたいな。まあ、そもそもね、血の渇望がたまるぐらい、同じところぐるぐるしてる時のハントレスってもう弱いんですよね。血の渇望1個たまったぐらいで、やったぜみたいになんないわけですよ、ハントレスって。うん、いるかと思ったけど。なのでそこはね、ここもなんか動いてるんだよな。まあ、ハントレスには関係ない、プレイング、ロッカーか。プレイングとしてはあんまり血の数もなくても関係ないかなっていう、これ、アイアンメイで、どうだろう。まだ、ワンパン状態かな。ちょっと殴ってみようか。本当は斧当てたいけど。どうかな。ダメだった。おっと、左だったか。普通に追いかけちゃおうかな。はい、倒しなさい。倒しなさい。はい。こういうポイント、板ぐるポイントを、投げ斧なしで、ぐる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 回ってた場合ですよ。カツボがたまんないわけです。そうなるとね、まあ、きつい。板残った状態の板ぐるポイント、ハントレスって本当に苦痛なんで。よいしょ。あらよくロッカーに入られることでバベチー対策したんだろうね。よいしょ。もうここはね、多分普通の徒歩キラーはとやばいと思いますね。はいよっと来てるか助けに一応補給しておきましょうか。普通の本当に徒歩キラー、まあ悲しいだろうねってなりますね。あれえノブちゃんに当たったんじゃないの今の。おかしいな。ほら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 いいね。まあまずドワイトから釣りましょうか。おいいるじゃないか。これは追いついちゃうね。はいよ、まあ、誰も来ないでしょ。さてともう一人起こされるかな。あらよ、どうだ気持ちいいだろう。血の渇望がないからといってハントレスを舐めるんじゃないよ。ある程度のハントレス使いの人は血の渇望ありきでプレイしているわけじゃないのでね、うん、血の渇望がたまる前にどこ行ったんだもう一人は。血の渇望はいなくてもプレイしている。それがハントレス上に置いてくる下ゴホゴホしていますね上の方で。まあにしてもねやっぱりね事件なわけですよこれは。やっぱ普通にプラットフォームでこうやってもう実施されてるわけなんでリアルにで様子を伺ってるわけです運営は。で必ずしもこれが反映されるわけではないとは言っていますが、まあ、場合によってはですよ場合によっては、まあ、血の渇望がなくなる未来が来るんじゃないかと、うんまあ、確かにねパークとか、マップ構成とか、まあ、いろんな仕様変更が重なっていって加速なしでももしかしたらそれはキラーとしてやっていけるんじゃないかという運営の判断なのかもしれませんが、かなりおいしょしょびっくりしたおい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 出てきちまったな。かなりことを慎重に運ばないとまずいと思いますこれに関しては、うん、破滅の時ぐらいの事件ですよ。トレンド入りしてましたからね Twitter の血の渇望ってどうした日本人よってなるけどね、うん、いや海外でも絶対騒がれてると思うけど。さて救われた、うん、助けきそうだな。いるね足音がするっていうよ。違う人もいらっしゃいましたね。あいいよけいいよけあいいよけだったらぐーっと待ってみましょう。はいだったらぐーっと待ってみましょう。そう戻ってくるんだな。ぐちゃぐちゃになっちまうからねチェイスがね。すぐ避けたがる子はこうやって溜めて牽制すると、はい、よいしょ。やっと一人死んだか。ほぼ遅延系パークなしでよくやってるのは私。堕落の介入とかも最初なかったようなもんだったけど。ここまで来てどっか行ったね。血が流れてんぜ、ここでな。さあ、すぐ釣っちゃいましょう。こういう場合ね、みんなね、治療とか助けに行くのに専念しすぎてて、発電機が進んでないでしょうね。しめしめですよ。うん。どうだ。どこも進んでないな、これ。いや、ここは結構進んではないか。あの小屋横が一番進んでたみたいですね。で、あとチェイスに関係ないのは、例えばデススリンガーとか、血の渇望関係ないのって、まあ、ハントレス、デス3、さらに、まあ、クラウンとか意外といいかもしれませんね。もしかしたら。結局、相手を遅く、足を遅くするっていう煙を。おいおいおい、ここでさまよってたね。煙を出すっていう感じなんで。待ちください。これよ。あと、ハグ関係ないですよね。で、ナースもちろん。私ね、結構鬼もね、いい感じだと思いますね。うん。はい、よっと。どれどれ。ん？声聞こえる。何やってるん？何やっとるん、こんなとこで。あとね、なんだろうな。ヒルビリーとか？いや。ギリギリきついな。やっぱチェーンソーでずっと走り回れるわけじゃないですからね。出てこないな。OK。まあ、それとブライトとかかな。ブライトって結局奇襲が多いので、あんまりその地の足の力でずっとチェイスするという感じじゃないから、まあ、そこら辺かなと思いますね。まあそもそもね、こういう系のゲームって非対称である前提上、完璧なバランスって難しいじゃないですか。3ヶ月に1回新サバイバー、新キラーが来るしね。で、そのたんびにパークがね、6個増えていってると。で、その環境下の中ね、年間ね、まあ、6個1回で増えて、まあそれが4回来るので、24個増えてるわけです、パークが。まあそんな中バランス取るって結構大変なので、まあ、すごい頑張ってる方だと思うんですよ。まあ、軒並みこの非対称のゲームって DVD 以外って全部廃れていってるんで、うん。で、まあそこはね、すごい頑張ってくれてると。今回の渇望の件も、まあ何かしらの意図があるんだと思いますけど、救われたね。バランス調整必要だと思いますが、本当にここね、慎重に進めないとね。いないね。いないね。隠密うまいじゃないの。本当に。堕落の介入丸々見つかんなかったしね。厄介なことになりそう。まあ、慎重にことは進めないといけません。で、キラーをずっとやってる人は、まあ基本結構キラーずっとやるんですよ。結構どんなことがあっても。で、こういう非対称のゲームって、やっぱりね、キラーの方が多少強くないと、ゲームとして面白くないと私は思ってるんですね。はい。まあなんでかというと、まあ1対4っていうのももちろんあるんだけども、数的不利とかね、もちろんあるんだけど、それ以上にね、やっぱ生存者ってこの緊迫した中逃げ切るかどうかっていうのを楽しむこのホラーの疑似体験は非常に重要だと思うんです。うん、でこれが簡単に達成できてしまうようなゲームだったらもうそもそもねこの快感とかね達成感とか得られないわけですよね。うん、なので多少なりともやっぱその脱出しにくいっていう状況が達成感を生む。これ絶妙なバランスが必要よ、もちろん。うん。何やっても、ランクも上がらなければ、脱出もできないってなったら、今度はね、ユーザーも離れるから。本当にいないんだよね。本当にいないのよ。で、でかい小屋側のところだとカラスがカーってなるんで、別に行く必要ないかなと思うんですよね。行ったら多分カーってなると思うんで、もしくはカーってなった後に今発電機を触ってるなら、滞在してる間はねカーってならないんで進めてる可能性はありますけど、何しても4台残ってるから、どうでもいいかなっていう気がしますね。ちょっと探しましょうか。本当に、おっと着いた。着いたと同時に誰か叫んだ。いや、着いてもいいんですけどね。小屋側いるぞこれ。もうこの上にはいないでしょう。下に行って下のどっかに隠れてるパターンか。そう遠くには行ってないだろう。見えづらいんだよな、のぶちゃん。この辺にのぶちゃん。緑でね、もうね、薄まってんの。存在が薄まってんのよ。もうちょっとさ、濃い感じに生きてくれないかな。人生濃い感じに生きてくれないかな。やってんね。やってんね。ここつけさせてもいいんだけどね。もう奥に流れたね、これ。奥に流れちゃったね。マジか。マジか。こっちとら渇望がないんじゃい。ここでもなってないね。こういう時のね、緊張感。おっと、どこだ。やったね。危ねえ。さあ次は、ゲートとゲートをちゃんとクリアリングできる距離なのかっていうところですよね。ハントレスだったらね、斧がありますんで。遠いかこれ。じゃあこれちょっと見にくいな。なんか高台みたいなとこないかな。こっから赤いあれを見るしかないか。ここか向こうかって感じですね。見にくいねこれ。いや、あれ赤く光ったら斧投げてみようか。どうなんだろうこれ。あれちょっと待って、こっち来てるよ。いるなこれ。見つけた。はいよと。からの届いちゃう。オッケー。いただきます。ちなみに今回ね、闇より出し物だったかな。パーク持ってるんで、実は視野が15度拡大されてて広く見えてます。はい。これで索敵しやすくしてるっていうね。はいよと。無事これで全滅させることができました。開けることできないんでね。そんなことでね、今現在21日から24日まで、PC 版、そして家庭用ゲーム機、にて、血の渇望を失っておりますので、その辺ね、体感してみてはいかがでしょうか。それでは、皆さんの良きゲームライフの方に乗っております。ベルクラでございました。お疲れ様です。チャンネル登録、画面のボタンからベルマークを押すと動画更新時に通知がいきますのでチェックしてみてください。